岡山藩。岡山藩は、備前一国及び、備中の一部を領有したとざまの大藩である。藩長は、岡山城、備前国王の軍現岡山県岡山市北区。ほとんどの機関を池田氏が治めた。国主、本国持ち。市藩に、鴨方藩と戦下藩、また短期間小島藩があった。岡山城を築城したのは、宇喜田秀家である。 ウッキタ氏は、岡山城を居城にして、戦国大名として成長し、豊臣家後大老を務めた。しかし、慶長五年、1600年関ヶ原の戦いにおいて、西軍方の主力となった秀家は海域となり、西軍から寝返り、勝敗のようとなった小早川秀明が入法し、備前、三まさのの51万国を所領とした。ただ慶長七年10月18日、 1602年12月1日、秀明は無視士で没したため小早川家は廃絶となった。慶長8年1603年、姫路藩主、池田照正の次男、忠次が28万国で、岡山に入宝し、ここに江戸期の大名である池田家の治世が始まる。慶長18年1613年には、110万国の家造を受け38万国となった。 元長年、1615年、忠次が虫子で没し、弟の淡路国由良城主、忠男がが31万5千国で入宝した。寛永九年、1632年、忠男の没後、弱子、三中は、幼少のため三葉筋の重要な拠点である岡山を、任せるには、二が重いとして、鳥取に、国替えとなった。代わって、いとこの池田三政が、 鳥取より三十一万五千国で入法し、以後明治まで三政の家系、池田家宗家が、岡山藩を治めることとなった。このように、池田氏、中でも、忠次、忠尾が優遇された背景には、徳川家康の娘、徳姫が、池田照政に嫁ぎ、忠次、忠尾がその子であったことが大きいとされる。三政は、水戸藩主、徳川三国、藍津藩主、 星名正幸と並び江戸初期の三名君として称されている。三政は、陽明学者、熊沢万山を登用し、漢文九年、1669年全国に先駆けて、藩校、岡山学校、または学を開校した。漢文十年、1670年には、日本最古の庶民の学校として、静谷学校、美善市、行堂は、現在国宝も開いた。 また土木面では津田栄氏を登用し、干拓などの神殿開発、百軒家は浅川放水路の改作などの治水を行った。三政の子で次の藩主、津田政は、元禄十三年、千七百年に、海楽園、三戸市、兼六園、金沢市と共に、日本三名園とされる大名庭園、後楽園を完成させている。 幕末に旧大藩主となった、シゲルは、水戸藩主、徳川成明の旧男で、鳥取藩池田慶徳や、最後の将軍、徳川義信の弟であった。このためか金納砂漠折中案の、尊能抑派の姿勢を取り続けた。しかし戊辰戦争に至って、シゲルは隠居し、代わって、四藩下も型藩主の池田政戦、岡山藩主となり、小生と改めるが、 藩主となり、岡山藩は倒幕の騎士を鮮明にした。そうした中神戸事件が起こり、その対応に苦慮した。明治4年、1871年廃藩地県が行われ、岡山藩知事池田小生が面刊となり、藩領は岡山県となった。なお、池田家は明治17年、1884年に公爵となり、家族に列せられた。 豊臣はじめ門各五57万4、霊々霊国、1582年から1600年。とざま51万国、1600年から1602年。とざま、純審判28万国38万国31万5000国、1603年から1632年。とざま31万5、霊々霊国、1632年から1871年。 大半であったため池田家の家老は、軒並み一万国町と大名並みの国高を誇り、領地に陣屋、幕府に遠慮し、お茶屋と称したを構えていた。明治維新後は一万国町の国高を有した六屋が、男爵に除せられ、家族に列した。江戸時代中三藩が存在した。いずれの市藩も岡山神殿藩と称した。そのため現在ではそれぞれ、小島藩、 鴨モ藩、戦ク藩と呼ばれることが多い。小島藩は、岡山藩の師藩で、備前から、備中南部に領地を有していた。池田敏隆の次男で、池田光政の弟である、池田久志元が領主であった。岡山藩主の池田光政が、慶安元年、1648年3月19日に、岡山藩領の一部を久志元に分け与え、これをもって、 小島藩の律藩とされる。関西重州諸下布には、備善国小島において2万国を、領有との記載になっている。しかし、実際は、備善国小島軍以外の領地も多く、むしろ、小島軍内の領地の藩領全体に占める割合は、少ない方あった。殺用録力によれば、実際の領地はこっち、神殿を含め備善国8軍内27村。 備中国五軍内十四村に及び、国高は合計約二万五千は余り石に上った。また、藩市大辞典には、池田久し、元領、別将小島藩と記載されている。慶安二年、1649年、東、隣国張馬の思想軍に成長を構える山崎藩の領主がいない状態であったため、備前に近くかつ、池田家に、ゆかりがあるということから、 新領主として久し元に白羽の矢が立ち、久し元が山崎に天保となり、山崎藩約三万国の藩主となった。そのため、小島藩は廃藩となり、久し元が領有していた地は再び岡山藩に服した。わずか2年足らずの短期の藩となった。なお、陣屋は設置されていなかったが、設置される前に短期間で廃藩になったためとも言われる。 池田や戸様二万五、零々霊国。鴨型藩は、備中国浅口郡、現、岡山県浅口市、小田郡、久保屋郡を領有し、藩長は、鴨型人や。国高は二万五千国。漢文十二年、六百七十二年、三政の次男、政子とが立藩した。藩主はほとんど、岡山城下に居住していた。江戸期を通じての名称は、 岡山神殿藩で、明治元年、1868年に、鴨型藩と改称した。明治四年、1871年、廃藩地県により、鴨型県となった。池田や戸様二万五、零零零国、戦藩は、備中国久保屋郡戦坂、現、倉敷市周辺を領有した。国高は一万五千国であるが、 この国高は、岡山藩の内高に含まれる。漢文12年、百6 7 2年、三政の三男、輝記録が立藩した。藩主は、岡山城下に居住していた。江戸期を通じての名称は、岡山神殿藩で、明治3年、1870年に、戦藩,藩と改称した。明治4年、1871年、廃藩地権により、戦藩県となった。 池田や戸様一万五、零零零国、小島藩のみ、江戸時代中に廃藩になったため、廃藩時点の領地を記載。上記のほか、明治新後に、尻部四国島牧群の一部を管轄した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。